トラウバの休日第10弾。今回は青春18切符を使い、山形県にある秘湯へ向かいます。まずは宇都宮線で宇都宮、そして黒磯駅に向かいます。今回の目的地は奥羽本線にある峠駅です。峠駅のある板谷峠には滑川温泉と五色温泉、馬湯温泉という3つの温泉地があります。10時4分黒磯駅に到着しました。ここから東北本線に乗り換え、新白川駅に向かいます。今回の目的地である峠駅には滑川温泉の福島屋さんと馬湯温泉の増形屋さんという宿があります。今回は馬湯温泉の増形屋さんを利用します。吾妻連峰の山の中にある秘湯です。峠駅からは徒歩だと2時間以上かかりますが、宿泊客であれば送迎車を利用できます。10時47分新白川駅に到着しました。東北本線郡山駅に乗り換え、郡山駅まで向かいます。11時32分郡山駅に到着。次は東北本線の福島駅に乗り換えます。上野駅を朝7時16分に出発し、峠駅までは在来線で約6時間かかります。または東京から福島まで新幹線を利用すれば、峠駅までは約2時間半で行けます。12時27分福島駅に到着しました。米沢駅の電車は1日に6本しかありません。12時51分を逃すと、次は16時4分まで電車は来ません。今回の温泉もこちらの本を参考にしました。小電車より発売中の究極の源泉宿73です。こちらの本によると、全国1万3500軒ほどある温泉宿で、正真正銘源泉 100% の宿はたった 1% しかないそうです。こちらの本が2016年発売の本ですので、現在では状況が変わってしまった宿もあるかもしれませんが、今回お邪魔する増形屋さんは、加水も加温も循環も消毒剤もない正真正銘源泉 100% の温泉宿です。奇岩奇跡に囲まれたダイナミックなロケーションと薄いブルーに輝く単純酸性硫黄泉はとても素晴らしいのですが、残念ながら YouTube でのご紹介は NG ということで、お宿のご紹介はブログの方で紹介させていただきます。雪が多い土地柄、滑川温泉の福島屋さんも馬湯温泉の増形屋さんも冬は営業していませんので、詳しくは宿のホームページをご確認ください。13時20分峠駅に到着しました。宿の送迎車が13時50分に来るので、それまで峠駅を見学してみようかと思います。山形県米沢市にある峠駅は明治32年に開業しました。駅舎は約200メートルのスノーシェッドに覆われています。駅のすぐ前には峠の力持ちで有名な峠の茶屋さんがあります。力持ちは電車の到着時刻に合わせ売り子さんがホームに来ますので、電車の窓からも購入可能です。峠駅はスイッチバックの駅としても知られています。ここ板谷峠には4駅連続でスイッチバックの駅があります。赤岩駅、板谷駅、峠駅、大沢駅とあり、その4つの駅の中で峠駅は最高地点の高さにあります。また峠駅は奥羽本線の中でも最も標高が高く、626メートルの位置にあります。平成2年に山形新幹線開業とともにスイッチバックは廃止されました。しかし今でもスイッチバックの遺構を探すことができます。スイッチバックとは急勾配を登るために作られた仕組みのことです。ゴムのタイヤと違い、鉄道は車輪もレールも摩擦の少ない鉄でできています。
そのため急勾配を登るにはジグザグに進んだり平らな場所に停車駅を設けるなどして坂道を克服します。スイッチバック時代、峠駅のホームはこのスノーセットの先にありました。ホームに着いた列車が現在ホームがある場所まで来てスイッチバックを行います。トンネルが3つあります。右側は下り列車の線路、左側は上り列車の線路です。一番左側にあるトンネルはかつてスイッチバック用の折り返し線トンネルでした。トンネルの先は行き止まりです。現在は線路が撤去されていますが、以前はスイッチバックの際に折り返しに使用されていました。現在は立ち入り禁止になってしまったそうですが、以前は旧駅舎の跡も見ることができたそうです。峠駅は無人駅です。一応駅にお手洗いもありました。13時50分、宿の送迎車が来ました。送迎車は宿泊者のみ利用できます。日帰り利用の方は徒歩かマイカーで行くそうですが、徒歩の場合は2時間以上かかり、先ほど駅で熊に注意との張り紙がありましたので、くれぐれもご注意ください。マス型屋さんは東連峰の北側、標高1300メートルの場所にあります。急な山道を揺られながら登っていきます。次第に幻想的な景色へと変わっていきます。峠駅から宿までは車でだいたい20分くらいでした。駐車場に到着すると、その後は徒歩で宿まで向かいます。吊り橋や坂道を登るので、大きな荷物は先にケーブルで運んでくれます。駐車場から宿までは徒歩5分くらいかかります。切り立つ岩山の中、マス型屋さんの宿が見えてきました。それでは宿の詳細はブログにてご案内させていただきます。姥ヶ湯温泉の単純酸性硫黄泉と大自然の雄大な景色に囲まれた露天風呂に癒され、心身ともにしっかりチャージできました。宿のチェックアウトは10時でしたが、峠駅の上り列車が7時35分、8時24分、その次が13時26分ということで、13時26分に会うようにチェックアウトを延長し、昼食も宿でいただきました。帰りは福島駅で途中下車し、お土産を購入します。秘湯レベルトップクラスとも思える姥ヶ湯温泉、そして秘境駅間にあふれるスイッチバックの遺構を残す峠駅、片道6時間をかけての旅となりましたが、移動を含め楽しい旅となりました。冬の峠駅はハードルが高そうですので、次回もまた冬以外の季節に温泉と、そして峠駅を通過する山形新幹線を見たり、峠のチェアなども利用